音楽、えー、皆さまおはようございます今日は、まあ、思いがけず割と暖かくなりましたので、えー、まあそこそこ また話してしまいますので <laughs> <laughs>。上着とか、あの、脱いでいただいて、預ければ。まあ、リラックスして、聞いていただければなと、えー、思っております。えー、まあ、今日、こう採点して、集って、まあ、改めて、えー。そこに座りながら、ちょっと思っていたんですけれども。えー、まあ、メス様ご昇天。 の後、まあ、誰をね明智さんご昇天のあと信徒が集まった場合、まあ、誰がじゃあ先達するのかと参拝するってした時それは当然、まあ、明智さんご昇天後は明智様のご遺言でね後を託されたまあ二代様を先頭にまあ参拝するというのが、まあ、順序礼節にかなった。 あり方であるとでまあ二代様のはまは三代様三代様の後はは名叔様の,、まあ様のまあ、お孫であられる元教主様の下で参拝させていただくのがまあ自然であり教室様名様のお孫であり教主様はそこにいらっしゃるのにいらっしゃったら参拝すると言ったらやっぱりね教主様 明様のの孫であるる方が私たちの先達をするというのが自然なことでありますしだと思いますし、まあ、皆様はねそのようなあ、まあ、秩序ある順序礼節にかなったあ、ね、歩みを選択夢中されましたしまたそういう中で神様を名主様にま向かうということが まあやはりねいざっていう時に守っていただけるっていうことはあるんじゃないのかなとまあそういうことを思いながら参拝しておりました。でえまあこの私たちは今日ね参拝して宗教活動したりあるいは日々家族のためとか 会社のためとか、えーまあ、誰かのためとかあるいは、ね、自分の夢とか目標の実現のために、まあ、必死に日々生きておりますね私たちは一人一人。それで、まあ、そういう私たちにとってこのね今いただいている生を必死に生きている私たちにとって、まあ、重要な まあ問題っていうんですかね。があると。まあそれは、もし死んでしまったら、一貫の終わりなのかどうか。ね、こんなに一生懸命頑張ってるのに。もし死んでしまったら、一生懸命努力したけども、もう一貫の終わりだと、なのかどうか。これは、 まあ若い人はね、まあ、そういうあんまり死っていうことの意識よりもむしろね自分の居場所をね何とか、ね、この世での自分の居場所を見つけなきゃいけないとか何とか独り立ちしなきゃいけないっていうことでね、まあ、必死に生きているのであんまりねその死っていうことを 思わないですけどもでもね場合によっては突然それがやってくることもあるし突然やってこなくてもこれは年取った方も若い方も必ずこれは直面することですね死というのは。でまあ私たちはそれをねメイス様の信徒である私たちはじゃああなたの人生はね一生懸命生きてるけども死んでね もう一生懸命いろんなことこの世で頑張ったけどもまあ一貫のね終わりなんですかと聞かれるとそれは私たちは何て言うといや一貫の終わりじゃありませんと。でなぜならばねメス様のお歌にまあ皆さんご存知だと思いますけども「尊き時は人と物ものなり」っていうのは人というものなりですね尊き時は。 人と物なり生き変わり、死に変わりつつ、はてなの命と。人間というものは尊いものだなと。生き変わって死に変わりつつ、はてなの命ですかね。果てない命。永遠の命が、まあ、生まれ変わりっていうことですね。生まれ変わりによるで、死んだとしても、この世で死んだとしても、ね、数年後、数十年後、また戻ってきて。そして、それが永遠に続いていくと。 ということなので、ね、永遠の命を頂い,いているとなので、えー、一貫の終わりじゃありませんと、まあ、答えたいと私たちはね。でもまあそこで本当は終われなくて、まあ、これをメス様がこの歌をご発表になったのがあの参加集の,あの改訂版。 名産れご発表されましたので参加集改訂版は昭和26年5月28日なんですね、うん、1951年5月に発表されたと昭和26年ですねでそれから、まあ、ほぼ丸3年たった1 9 0 0 54年6月5日これはメス様がいわゆるメシア降誕のねお言葉を述べられた時であると。でまあそれはねあの1か月半ぐらい前に脳一血っていうご条歌をねメス様を受けられてそして その中で神様からの強いメッセージを感じられてそれをねそのことについて述べてくださったと。でこれはそのね1900昭和29年1954年の6月5日にそのね碧雲荘に多くの方を集めてそれをねメッサンを言葉を述べられるんですけども、まあ、その10日後にはねメシア皇坦仮宿典っていうね昭和29年6月15日。 公分通り出来上がったメシア会館においてメシア交代仮祝典を執り行われると。でもこの時メス様はお言葉ほ,ほぼ事実上何も述べられておりませんのでねそうすると6月5日にメス様がお話になった内容そのまとめて、ね、脳一血以降まとめて話されたのはもうそれがほぼ最後ですからねだから私は この時にメス様がおっしゃったことはねっ壁雲でご自分のお住まいの壁雲荘に、えー、当時の幹部を呼ばれておっしゃったことは瞑想様の御言葉の中でも最も大切な御言葉であると私はそれをねあ,のある文章を出した時に資生源っていって至る御言葉っていうことですね、まあ、要は最高の御言葉であると資生源であるというふうに 思わせてていいいただいているんですけどもでこの時は、まあ、幹部っていってもあの500人ぐらい来たと平均層のお庭にもうぎっしりだと思いますよそんな広い庭ではないのでねで礼服で来るようにと礼服とかメス様がお出になった時に庭ぎっしり500人で当日は参拝券も配られて。 ってといいうこは参拝だった碧っ、ね、運送で名手様の言葉を述べられた時はまあ新しく生まれになった名手様のもとに参拝に行くと。でその、ね、500人の教団のまあ幹部の、ね、方たちがぎっしり500人いてそれで名手さんがおっしゃることはそれは重要なことですねそういう時に名手さんがおっしゃることは。 でその時にメス様が、まあ、何とおっしゃったのか。これが第一声は随分、まあ、若くなってるよ私の方と。71歳ですよ。随分若,若くなってるよ私の方は。メシア皇誕といってねメシアが生まれたわけですと、ね。言葉だけでなく事実がそうなんですよと。私も驚いたんです。ね、驚かれた。 何に驚かかれたのかでその後生まれ変わる」というんじゃないですね。「新しく生まれるわけですね」ですよ。言葉だけでなく事実がそうなんですと。私も驚いたんです。「生まれ変わる」というんじゃないですね。「新しく生まれるわけですね」と。だからこれを、まあ、私たちは。 ね、生まれ変わりをずっと解いてたメス様ですよ。生まれ変わりによる永遠の命。それをあっさり生まれ変わると言うんじゃないですねって言ってね。新しく生まれるわけですねって言うとで。これは私たち知ってましたね。これ知ってたって聞いたことあると思うんですけど、また多くのね、ほとんど先住者含めて、その偉い先生方は知ってたと思いますよ。 でまあ、これは名ス様にとってのね特別なことだっていうことで漠然とね受け止めていたと私は思いますよ何か名ス様の神秘的なねそういうお言葉でもうただもうそのまま受けすればいいんだって言って自分たちのことに何も置き換えずにでもこれは大変なことだと思いますよつまり 永遠の命ねはてな生き変わり死に変わりつつハテナの命これは永遠の命ですね。名ス様は生まれ変わりによる永遠の命をずっと説いておられたと。でも名さ様は生まれ変わるというんじゃないですね新しく生まれるわけですねということはおっしゃったと。でそのメイス様はじゃ翌年ご昇天になりますけどもそれで亡くなったわけじゃないですよね。 そのままま生きてておられると私たち信じ,てます,信じてますよね霊界からメス様働く、ね、ご経理を進めておられるって信じてるから信仰活動してますねもしメス様が翌年ご商店になってあ新しくお生まれにな,なられたけどもう翌年亡くなってしまったって言ったら信仰活動する意味ないですね。ということはメス様は新しくお生まれになった ね、生まれ変わりじゃない新しく生まれになった永遠の命を今生きてらっしゃると。でそれは永遠の命は2つはないですよ、ね。生き変わり死に変わりつつハテナの命っていうこれも永遠の命。でもう一つは生まれ変わるというんじゃないですね新しく生まれるわけですねの永遠の命。 で新しく生まれるわけですね。ね、メシアが生まれた、新しく生まれるわけですね。ね、の永遠の命は何かといったら、それは新しく生まれるとおっしゃってるんですから、産んだ方を絶対いますよ、産んだ方。メシアが生まれた、産んだ方がいますよ、メシアを。で 生き変わわりり死に代わりですよ生まれ変わりの場合はそう生まれと時は肉親の両親から誰もが生まれますねこの人から生まれたまた死んでじゃあ100年後ねこの人から生まれた肉親の両親から生まれますよでメス様新しく生まれになった時はメス様の肉親の両親はもうとうに亡くなってますよじゃ誰がメス様をお産みになったのかと 絶対だってもう肉親の両親がいないんですから例の親である神様しかいらっしゃらない。ということはねメシアが生まれたとか新しく生まれたとおっしゃったことによりメシア様は神様の子供であるメシアとしての永遠の命に生きる存在になられたと。 これは否定,否定できないですよ。絶対。生まれだっておっしゃってるんですが、誰かが産んでますよ。神様しかいないじゃないですか。ということは、神様の子供であるメシアとして新しくお生まれになった。その永遠の命に、メシアは築かれたと。生まれ変わりの永遠の命じゃなくてですよ。だからこれを、 ね、あのメッシュや降誕のお言葉を発表になご発表になったことによりあのお歌、ね、我々が長年親しんできた生き変わり死に変わりつつハテナの命という永遠の命はもう名主様にとってはもう過ぎ去ったことですよそれは生まれ変わると言うんじゃないですねっておっしゃるわけですから私も驚いたんですっていうこと,いうことはね当然名主様ももちろんその生まれ変わりをね そういう時代の中に生きられてそう信じておられたと思いますよ生き変わり死に変わりつつ永遠の命が続いていくんだなと思ってらしたとでもそれが脳一血のご浄化により神様からね生まれ変わりじゃないとだこれはまあ メス様はね生まれ変わると言うんじゃないですねっておっしゃってるわけですからもう、まあ、はっきりしておりますよメス様の方向性は。だけどじゃあなぜねもしそんなに大事なメシアコ端のお言葉で生まれ変わると言うんじゃないですねっていうね全然別の永遠の命の道本当の永遠の命の道をメス様がお示しになっていらしたのにね私たち。 とか教団はなぜずっと生まれ変わりを解いてきたんだという問題ありますね。で、ありますそれはまあものすごい俗的な表現で言えばそれは生まれ変わりは超便利ですよ生まれ変わりの考え方は。教団にとって超便利ですよ。 神道ね活動させたい献金させたいいやいっぱい献金したらね次生まれてくる時は霊装会が上がっていい境遇になりますよといやなかなか献金できませんっていうとお金に執着してると次大変ですよと、ね、次来世生まれてくる時はね貧乏になって生まれちゃいますよとねそれで参拝条例奉仕お導き ね、ちゃんと活動しなさい来世いい境遇に生まれたいでしょうとこれはま便利ですよ教団にとって信徒を自分たちの願い通りにまあの何て言いますかね、えー、動いてもらうと教団からしたらですねだそら信徒もあそうなんだと大変だと ね、来世変な境遇で生まれたくないというねだからそれは明智さんのおっしゃる地獄ですよそれこそ一体いくら献金したら来世ね保証されてるのかこれぐらいってはっきり言ってくれたらね教団も <laughs> だけど結局それが教団にとってね まあ便利であったのでね。ではこれが教室様がねメス様が生まれ変わるというんじゃないですねっておっしゃってるのでね生まれ変わりじゃなくて本当は神様の永遠の命に生きることじゃないかとメス様は信徒の使命はといったその教室様が生まれ変わりを否定してメス様を否定してるといって攻撃されてるとされたとねっ教義違反だと。とそれは メイス様が競技違反ということですかそしたら <laughs> 生まれ変わるというんじゃないですねっておっしゃったメイス様が競技違反ということになっちゃいますよ本当はでももちろんねそれはまあ教団にとっても便利ではありましたけどもまた人間っていいますか人間っていうかその私たちにとっても結局自分はこれこれだけのことを知ってる ここここうこうこうこれしましまた献金いっぱいしましたお導きいっぱいしましたねご条例たくさんしましたって言って他の人よりねだから自分は霊宗会が上がって他の人よりも勝った存在であるというように無意識に自分をね他と比較して優越性を保つためにそれを生まれ変わりっていう考え方を取り入れてる面もあったと思います。でもそれはよく考えたらじゃあ来世ね ものすごいお金持ちでいい境遇で生まれてずっとそれを繰り返す中で一回じゃあ何か事件を起こしちゃったらもうそれは終わりじゃないですか。もう出口のない闇をずっと歩くみたいなものですよ。いつか悪いことしちゃうんじゃないだろうか。あるいはじゃあ家族がね自分はしなくても家族がすごいひどいことをしちゃったとかそういうことをずっと恐れて生きていくのかと私たちは。 だからこれは大変なことだったと思いますよメス様が私も驚いたんですっていうぐらいですからね。でこれそもそもねその生まれ変わりはそのインドの方からね来て、まあ、仏教から日本っていうことですけどもその仏教の目的は生まれ変わらないことが本当は も目的なんですよその生ままれ変わりのの本体って言いますかねその仏教においては生きる、ね、のは苦しいから生まれ変わらないようにしようという最初に成し遂げたのがお釈迦さんですからね。だから本当はそれでお釈迦さんは極楽浄土にね行かれて救われた存在となっているっていうことですよ本当はね。 でも私たちは生まれ変わっててずっとこの世界でずっと生まれ変わってもう逃げ場ないみたいなことですよ本当は。よく考えたらねそらパッパッと聞く瞬間はなんかねその説明が腑に落ちるみたいな感じもありますけど。だからまあ名士様にとってはその最晩年で神様から教えていただいたこと。 生まれ変わりを前提としていた名士様にとって裁判年で神様から教えていただいたことはこれはもう大大大大大どんでん返しですよ。もう大を10個でも20個でもつけるぐらいのどんでん返しですねこれは。だってそれを前提にして解いてたわけですから。からもしそうじゃないと。ね生まれ変わりや名士様がおっしゃっているのはそういうことじゃないと。 生まれ変わると言うんじゃないですねって言ってるけどそういうことじゃないと生まれ変わりあるんだって言うんだったらですよいやそれこそねその映画で私その,あのチ,ベチベット仏教の,そのダライ・ラマの、ね、映画でこのダライ・ラマっていうのはその最初の人がずっと生まれ変わっていくっていうことで14世とかね今15世とか14世ぐらいだと思いますけども。 その前の代の人が死ぬとねもう次に生まれ変わってるからねその創始者っていうか教祖が。だからその次の代を探しにあっちの地方だみたいなことになるんですねあっちの地方にいるぞ生まれ変わってる子供がって言ってその地方にいやこれ映画で見たのでねどの程度事実か分かりませんけどもでもその地方に行ってそういうその遺物遺品みたいのをたくさん持ってくるんですね子供にそれで子供に子がその 偶然触そのね昔その要は教祖みたいな人が使ってたものを触るとかあるいはその本当の近くにいた人しか知らない癖みたいのがあってそれをその子供がしたらそのなんかいくつかをクリアするとその途端にもうその場でもう全員ひれ伏してそれでもうあの継承するんですよそれがその子供が。で本当にメス様がね もし本当に生まれ変わりを信じてるなら、名ス様を探しに行ったほうがいいですよ。だってどっかに生まれ変わってるかもしれないんですから。で、ね、本当に信じてるならですよ。でもそれしないね。それともしてないっていうことは、やっぱり、岡田茂吉名ス様っていう方の唯一性っていうのをね、生まれ変わりあるあると言いながら、やっぱり認めて、 我々全員、ね、生まれ変わりあるって言ってる人も本当はその唯一性を認めちゃってんじゃないのかなとだってもし本当にそうだったら例えば緒方光林とかね王神天皇義経生まれ変わりだってメスさんおっしゃってるけどもじゃあ義経とかね緒方光林の写真見て「あっメス様」って <laughs> <laughs> しないですよね。ねそれを本当にご神,、ね、神経の横に緒方光林の写真とか。 源義経の写真とか王仁天皇の写真飾ってもいいわけですよ本当に生まれ変わりを信じてるなら。でもそれをしてないということはまあ緒方光臨っていう人のね唯一性人格の唯一のものだと実は認めてるし明様っていうご存在が一度この来たっていうことをね本当に大切に我々してますでしょ。だからそれを そういうふうに思うっていうことはやはりメス様のねまあ唯一性とそしてねメス様は今永遠に生きられるわけです永遠に生きられるわけですからまた戻ってきてっていうことをね私たち考えないんじゃないかとでもまたね本当に またよく考えるといろいろありますよこの生まれ変わりということは。じゃあ本当に生まれ変わりを信じるならばね私たちの来世はじゃどうなるんだろうかということもありますね。でそれはまあね個人個人の,その努力とか営みはありますけどもそれは世界救世教につながる私たちは。 それ争い争いの歴史ですよ私たちは。ねその中で正しいと思って良かれと思っていろんなことをしてね結局この浄下ではもう私たちの仲間がねいわゆる尾行盗聴盗撮っていうことをした仲間ですよ私たちは。来世にに私たちにものすごい 境遇が待っているとは思えないですよ、ね、人間人間に生まれられないかもしれないですよ私たちは皆さんいろんな動物って言ってねカエルとか,かもし私たちですらねね来世がどうなるんだろうということだったらそれは本当に、ね、あのような美行のようなことをした人たちとか。 そういうことをした人たちを認めてる人たちは野来世はどうなってしまうんだろうと、ね、あの輪廻転生があればですよ。でまあでもね、まあ、美行とかってそ,そこまでまあひどいことなんですかという考え方もありますね一方でもちろん。あちらはその ね、教産もそうにされた方は「調査」っていう言葉を使ってますけどもね、まあ、調査ではないですよね尾行することは調査の日本語の意味が分かってるんだろうかと当時思った記憶があります,ありますけどもでも私はね尾行人をつけましてそんな悪いのかと、ね、泥棒とかしてるならまだしもそんな悪いことなのかと。 いう考え方もありますね正当化されるべきだと。まあそれは法的にねどうか警察にじゃ捕まるのかまあ捕まらないかもしれないですよ。だけど、うん、まあメス様の歌にね人の目を。 ありますね、人の目を盗むはすでに人のもの盗むと同じことに座りける。人の目を盗むはすでに人のもの盗むと同じことに座りける。とか人の目を盗むのは、ね、この世では捕まらないかもしれない。でも名主様にとってはね教師様が知らない間にね教室様の目を盗んで尾行したこと。 この世では捕まらないかもしれないでもそれは名主様は人の目を盗むことは人のものを盗むことと一緒ですよと。だから名主様の法ではそれはアウトですね。泥棒ですから。人の目を盗んだことは名主様の法。名主様の考え方の中では泥棒と一緒ですから。それは捕まりますよ。 もしそうだとしたらこれ本当は来世なんてね大変ですよ本当に尾行登場盗撮してね輪廻転生あると信じてたらで輪廻転生を特に教室さんも批判して輪廻転生はありますって言ってる人がね方たちの多くがそういう行為してますけども本当にそういうことのね生まれ変わったらどうなるんだろうかっていうことを考えてるんだろうかと。 思ったりすすするんんでででけどもでもですよそれ大丈夫なんですよだってメス様は全く新しい永遠の命をね解かれてくださって裁判年にはこれからお詫びじゃなくて悔い改めなんだと悔い改めなさいと悔い改めるっていうことは我々罪人だっていうことですよ漏れなく。 それはいい行いしてねいい行いしてる人に対して目線を悔い改めなさいとは言いませんよだから生まれ変わりの永遠の命ではなく、ね、神様の子供としての永遠の命に生きる道をが開いてるんだから罪を悔い改めなさいとまた生ま,、まあ、生まれ変わると言うんじゃないですねだからもう 心配しなくていいんですよ。来世どうなっちゃうんだろうか私たちは自分はこんなことしちゃったけどどうなんだろうか心配しなくていいんですよだから本当にそれは私たちがその信仰地獄に知ら,ぬ知らず知らずの間に入り込んでいたんですよそこからメシさんを解放してくださったお言葉だったんじゃないんですかメシア降誕のお言葉っていうのが。 でこの永遠の命っていうことに関して、えーまあ、今日の御言葉は、まあ、奇跡のね御言葉でしたけれどもまあ皆様どうね今日の御言葉を受け止められたんだろうかと、まあ、思ったりします。でこれは、ね、奇跡は誰がするかっていうと神様がすると。 でもね、ただ、わあ、すごい、不思議だ、不思議だって言ってても脳がないじゃないかと。ね、その目的があると。奇跡には目的があると、神様の。それは、霊を、まあ、我々はね、奇跡の目的というと、自分の病気がね、治ればいいみたいなことになりますけども、神様からすると、霊を認めさせることだと、人間に。霊を知らせることだと。だ私たちから言えば、霊を認めな、認める。 霊をを認める神を知る神知ことそれが奇跡をいただいた目的であると。でもしそれが分かればですよ「奇跡」という言葉はなくなるのですと。ね、なくなっちゃうんですよ「奇跡」という言葉が。というのは奇跡ではなくても当たり前になるからと。当たり前になるっていうのがじゃあ、ね、奇跡みたいなことがしょっちゅう起きるのかっていうとそうではなくて、ね、その後に。 例を認めないから変わったことがいろいろ起きてるんですよとあり得ないことが。では当たり前になるっていうことは奇跡がいわゆる起きる状態でも起きない状況でもまあ例って言ったって神様のことですからね。神様を認めなさい。普通奇跡が起きた時にあこれは神様だってなるわけですよ。ね。でもそれ以降当たり前になるっていうことは奇跡がない状況でも神様働いてらっしゃいますね。 と認めなさいそのことを知りなさいという見言葉ですねだから奇跡というのは霊を知らせる第一歩ですよ第一歩でねじゃあ奇跡っていう言葉がなくなるって言って自分もそうですけど教団としてはもうねもうありとあらゆる奇跡ありましたよもう信じられないような奇跡たくさんあってねその本に 本にもメシ「世界メシア教奇跡集」っていうね本もそのもののタイトルもありますけども。でそれからもう何十年も経って奇跡っていうことはメス様がねおっしゃったようになくしてるだろうかと我々は。もしなくな,らな,いなくなってないとしたら霊のこととかね神様のことを認めてないからってことになりますよ。普通奇跡っていうのはねそれは喜ばしいことであることは間違いないですよ。 でも、霊を認めないから、そういう変わったことがあるっていうことは、っていうことは、反面、神様からの警告ですよ。私のことを認めなさいと。いまだにね、でも私たちはいまだに、この第一歩のところで、実際、とどまっていると思いますよ。とどまってね、じゃあ、例えば、誰かのがんの数字がこうだとか。 いやそれは喜ばしいことではありますよ本当に、ね、これが突然消えたとかいや奇跡だとかってね普通に言ってますけどもねメス様が「奇跡」っていう言葉はなくなるって言ってるのは全然なくなってないですよせっかくね 例を認める、知らせるために奇跡を起こしてくださったのに、ずっとその第一歩でね、奇跡を求め続けてますよ、今日も。で、これが、ね、メス様に対して、いや、そうおっしゃるけどもね、第一歩ってね、おっしゃったけども、メス様2本目を提示してくださってないじゃないかと。やむを得ないじゃないかと。 メ様は奇跡は霊を知らせる第一歩とおっしゃったけど二歩目を提示してくださってないじゃないかと。でメス様に言うとメス様はいやしたと。私は第二歩第二歩二歩目示したよと。いや聞いてませんと。いや言ったよと。じゃどこで言ってるのかというとこれも先ほどのメシやコウの お言葉、ねまあ、さっきあの生まれ変わりの文はね冒頭のところですけどそこはちょっとしたところに、まあ、今度のことについてはっていうのはねメシア皇帝のことだと思いますけども今度のことについてはもう奇跡っていうところじゃない奇跡以上の奇跡がたくさんあったんだと奇跡以上の奇跡ですよ。神様のえるメシアとして新しくお生まれになったことこのことが 奇奇跡跡以上のっっってておっしゃってますよメス様もう明確な二歩目ですよそれが明確な二歩目でその時にねじゃあメス様の体にじゃあいわゆるね奇跡が起きたのかというと起きなかったですよ。ただって翌年ねそのまま脳一血の痛みの中 いわゆる大敵な奇跡は起き,な起きられないままメイス様ご昇天になるとだけどメイス様はメシアとして新しく生まれになったことこれを奇跡以上の奇跡っておっしゃったんですよ最初の奇跡はねそれは病気とか治ったかもしれない病気とか治ったかもしれないでも 奇跡以上の奇跡の時は瞑想は治らなくても、もっとすごい奇跡があると。ね、この体が、体がね、維持されるのよりももっとすごい奇跡があると。それは永遠の命だっていうことですね。いや、それはあの、そうじゃないとね。否定してもいいですよ。奇跡はまだ求め続けなきゃいけないと。 ね、もう「奇跡」っていうねもういろんな奇跡を今もね奇跡がこういう奇跡がありますってそれを集めてねもう本に出そうと思うぐらいですよ私たちは。メッサンはね奇跡っていうことはなくなるとおっしゃってるのにでももしね本当にその大敵な奇跡を大敵な奇跡を今でもこれを求め続けるならば 私たちはね、その教団の中で、たくさんの信徒、先住者、病気とかで亡くなってきましたよ。今も亡くなってますよ。もう毎日のように、癌とか、いろんな病気とか、条例どんなにしても治らない。奇跡ないまま、たくさんの人死んでますよ。で、その、その多くの先達の方たちに対して、 あなたはね、御用が不十分だった。だから奇跡が起きなかった。奇跡が起きませんでしたねって言うのかと。というか、あれですよ。名主様そのものに対して、ですよ。名主様は脳一血の五条か。90とか120まで生きられるっておっしゃった方ですよ、名主様は。その名主様が、 なんてことはない。この世的な言い方で言えば脳一血のご情感によ、病気によって72歳でご焦点になったと。奇跡起きずに。もし奇跡を未だに求めるとしたら、それは名ス様に対してね、メイス様のご存在を否定するのと同じですよ。メイス様は奇跡が起きませんでしたね、メイス様ってことになるのかと、私たちは。 でもそうではなくてね私たちは最初大敵な奇跡があってね神様のことを認めるに至ったそれでメイス様がそんなそんな私たちに対してメイス様が、ね、奇跡以上の奇跡っていうことをおっしゃって体の病気が治らなくてもねメシアとして新しく生まれるっていう神様の命に生きる奇跡をね残してくださったこれは何のためなのかとこれは。 それは今だってですよ。名詞様の信徒で、癌とかで、今にも死なんとしてる人いますよ、病院で。そういう方たちも、はね、普通は奇跡が起きなく、奇跡が結局家族がね、じゃあ奇跡をずっと願って、信徒が奇跡をずっと願って、でもその人死んじゃいました。奇跡が起きませんでしたね。で終わりじゃないんですよ。全然。 たとえ病気で死んだとしても、神様の永遠の命に生きるという奇跡があるじゃないかと。病気が治る人、最初救われましたね。病気が治らない人の救いはどうなるんですか病気が治る人は救われた。じゃあ残りの人類はどうなるんですか半分。私たちは全人類の救いですよ。 その全人類の救いのためにメス様がたとえ病で亡くなったとしても奇跡が起きなかったと失望することはないどころか永遠の命にあなたは生きるっていう奇跡を頂い,いてるじゃないかとそれは救われますよその病床にいてねその人に対してずっと条例していつかいやもっと偉い先生が来るからと。 言ってね、ずっと奇跡を願って、すま死んでしまうと。その道を選ぶのか、それともその人に対して、いや、さね、大敵にさせていただくことはさせていただきますよ。でも、ね、もしその方が、それは、お説教で言うことじゃないですけどね、だけど、もしその方が、あ、本当は、たとえ奇跡が、いわゆるね、大敵な奇跡が起きなくても、 名ス様がね自分のために、ね、命を捨ててまでですよ病気で、ね、亡くなってしまう人にも神様の命っていう奇跡があるじゃないかと誰にでもあるじゃないかと救いは。 それを主様が、ね、見せてくださった。不治の病の方もいますよ治らない方生まれた時から救いないんですかその方たちに。ね条例条例があるで条例で治らなかったらどうなるんですかとからそういうね そういうういいことのないように、私たちが絶望することのないように。では今までの教団の歴史でね多くの方たちが病気で死んできたそれは我々の奇跡なかったっていうことで思ってるけど全然そんなことないんですよ。永遠の命っていう輝かしい奇跡を誰もが持たされてるんですよ。 だからまあまあ御言葉とねまあ今日のお歌もありましたけども「神知らぬ神知らぬ人の儚さ世の終わりキツルがまでの命にありせば」とね神知らぬ人の哀れさ世の終わりキツルがまでの命にありせばというお歌ですね。 だから霊,霊を知るって言っても結局神様のことですよ。神様のことを知りなさいっていうことですよ。で世の終わりまでの命だって言ってますよ。世の終わり。世の終わりっていうことはいわゆるこのね宇宙,宇宙とか全てが崩壊するまでの命だと。それは生まれ変わりを信じてたらねいつか太陽だって寿命は来ますよ。 ずっと生まれ変わりの永遠の命で、この地上にずっと生まれて、いやもう太陽がやられちゃって、じゃ他の銀河系に行ってね、それでじゃずっと生き続ける永遠の命。って言ったって、全宇宙が崩壊したらもう終わりですよ。それまでの命、命ですよ。でも神様を知ってれば、ね、神様は永遠の存在ですから、たとえ地球が崩壊しても、太陽がね、崩壊しても、 生まれ変わりを信じてたら、もうそれまでで終わりですよ。だって、この地上に生まれてきる何回も何回も生まれたって。住む場所がなくなったら、もう終わりですからね。ね、ボンガンに、二しめ、ボンガンに。移りうべしやいとたかき。神の見姿、現れたもの。神様の、ね、見姿が現れたんですよ。でも、移らない。 ね、どこにどこにお現れたんだとそれ3種目でおっしゃってますよ「飯ほど儚きものは世にあらじ近渡の宝知る由もなく近渡の宝ですよ」この人間の目には映らないですよ自分の中に神様いらっしゃるんですから「飯ほど儚きものは世にあらじ近渡の宝」 自分の中にその宝があるじゃないかと。ね、条例で何とか病気治っててずっと宝を外に求めてたってそれは本物の宝は見えないですよ。我々の盆願には。盆願に映るのは大敵な奇跡だけですよ。地下戸の宝私たち一人一人の中にあるんですよその宝が。 ね、大いなる神の力を見するとも、ね、哀れ飯の目には映らず。というか名様がねメシアが生まれたっていう雛形になってくださって地下の宝あるじゃないかと言ってもそ,れそのことにねどんなにその名ス様ご自身がその雛形になってくださったのに大いなる神の力をそれを見せたのに それを信じなければ哀れな運命になっちゃいますよという警告ですねこれは。で最終的にはですよ今日のお歌の「戦いも病も貧も何かせん」「貧」っていうのは貧しさですね「戦いも病も貧も何かせん」「何かせん」っていうことは「来なさい」っていうことですよね。 何かせん神の力を贈る我が身は病気もね争いも貧しさも来るなら来いと私は神の力を受けてるんだとでこれはメ詞様は,これは昭和28年のお歌なんですけどもねでその翌年来ましたよ病が文字通りでもメ詞様はこのお歌の精神 出会ったと思いますよ。戦いも病も火も何かせん。来るなら来いと。私には神の力があるんだと。そう永遠の命ですよ。それが我々の中にもあるんですよ。で我々はね、争いとか病とか、金銭的な苦しみ。抱えてたとしても、 絶望すするここととはない,っていうことですよあなたの中に神宝が本当の宝があるじゃないかと本当の救いがだから私たちはねメスさんメシアとして新しく生まれになったことを我々は模範としなければもう世の終わりが来たら終わりですよ永遠の命 メシアとして神様の子供としての永遠の命に目覚めなければ、メシアも模範としてね、その命に生きなければ、もうこの終わって一貫の終わりじゃないですか。生まれ変わってもいいですよ、何回も。でももう地球が崩壊したら終わりですよ、そこで。何度生まれ変わったとしても。というように、この永遠の命、神様の永遠の命に生きるということが、私たちにね、 まあ許,さ許されてるんですよ、まあ、本当は課せられてるんですけどもその神様の方としてはその道を歩んでいいよと。でこれは秋季大祭の時にも「本拠救いの得意性」っていう見言葉をねあの引用させていただいたんですけどもそこで皆さん真意は、ね、神様の願いは地上天国建設の第一歩として その模型を作られるということがあまりに明らかであると。しかしながら模型ばかりではない。ね、しかしながら模型ばかりではない。人間個人が天国人とならなければならない。いな、なりうる時期が来ているのであると。しかしながら模型ばかりではない。人間個人が天国人とならなければならない。ということは、 ですよいやそもそもこの模型ってね名様名様模型ってほとんど模型っておっしゃってんのに私たちはそれを聖地って言い換えてね、まあ、便利な言葉だと思いますよ聖地もだって名様の模型名様のおっしゃる模型は名様天国の写しを地上に作られたわけですからもっとはっきりした言葉で言えばコピーですよコピー原本は天にあるんですよ 天の園を移そうとしてるんですからコピーですよ模型の意味は名様にとっては。ででもそれをね私たちはね原本だと思って、まあ、利用していますよ。 だけどメス様は,模型はしかしながら模型ばかりではない人間個人が天国人とならなければならないとおっしゃるわけですからその模型を作っまあコピーといっても大変ですよ天国のコピーをがね作るのは大変なことですよ。でもその目的はといったら我々がねあ自分の中には天国っていう場所があるんだと原本があるんだと思うためですよ。 そのコピーを原本だと思ってねその本当の天のことがなければじゃあ一人一人の中に天国があるってならないですよただここに参拝だけすればいいってことになりますからもう,こう死んだら終わりじゃないですかでもねそういうふうに もし、せっかくね、名詞様がその天国の写しを作ってくださった目的がね、人間個人が天国人となるっていうことの目的を抜きにしたら、もうどんなにね、聖地だ聖地だって言ったって、その目的、ね、人間個人が天国人になるっていうことが抜けたら、もうどんなに一生懸命聖地管理しても、それはただ、ただ庭園を管理してるだけですよ。 メスサんの目的がそこで達成されないならば、そういう気持ちでね、その聖地が活用されないなら、なんてことはない。ただの庭ですよ。それを一生懸命庭園管理してますっていうことだけですよ。で、いや、ひな形っていう考え方もありますよ。この聖地のね。これがいろんなところにね、どんどん広が、広がっていくと、これと同じものが。 ひな形っていう言葉、ね、だからそれはその意味はねこの聖地あるとメス様が天国の写しを作ってくださったそれであ天国があるっていうことを私たちは思い出しましたねそれでメス様は家庭天国とかおっしゃいますよね家庭も天国化しなければならないっていうことはね名ス様はそういうひな形を残してくださってね天国のことを思い出させてくださった そうして自分の家に帰っても、あ、ここもね、神様が治めておられる世界ですと。ね、天国的生活者と、ね、家庭においてもならなきゃいけないんだと。あるいはどこ行ってもですよ、観光しに行っても、美味しい食事食べに行っても、何しても、そこで、あ、天国ありますと。これも神様が治めている世界ですとすれば、それはひな型の意味ありますよ。 もしそうじゃなければ、ね、それでは我々が行く先々で、あここも神様の世界なんですね、って言ってね、認めること。神様それ神様お喜びになると思いますよ。もしそうじゃない、そうじゃなければ、ね、その、教団が全地球をね、買い占めなければ、<laughs> その天国がね、地上天国、 受立しないのかとそんなことないと思いますよ。不可能みたいな話ですよね。だから私たちがどこに行っても家に行っても電車に乗っても、ね、一見誰からも祝福されてないような場所に行ったとしてもこれは神様の世界ですねと言ったらメス様がね 一生懸命聖地作られた意味ににえることになると。それはなければ永遠の命とか神様を認めるということがなければもうただの庭ということになっちゃいますよ。で、まあ、ここあの、ね、先ほど引用したメ智さんのおっしゃり方は人間個人が天国人とならなければならない否なりうる時期が来ているのであると。 これはなぜ言い換えてるんだろうかと。ね。天国人とならなければならない。でも次行けばいいじゃないかと。でも否、今な、りうる時期が来ているのである。なぜ言い換えてるんだろうかと。もう私は思うんですね。で、ならなければならない。これは非常に断定的な言い方ですよ。するべきとなりなさいと。で、そこは否、いな、なりうる時期が来ているのである。断定から、まあ可能ですよって言って一歩引かれてますね。 これが私はならなければならないって名手様言われたら私たちはもうはいとしか言えないけどもねいななりうる時期が来ているのであるっていうとそこは名主様の意思は一旦引いた状況になってますよということは我々に選択肢をが残されてるっていことですよならなければならないはいでもそれは終わりですね名手様の命令に従いましたですよでも今な,なりうる時期が来ているのであるっていうとお どうしようかなとなりますよ。自分はどうしようかなと。だから一人一人がなりうる、ならなければならない。でもならなければならないっておっしゃってるっていうことは、本当は避けては通れないっていうことをもう、メス様、示してしまっておりますけども。でも、今な、なりうる時期が来てるのである。っていうことは、一人一人がね、なりたいと。 第一歩は模型作ったきれいな場所作ったでもしかしながら模型ばかりではない人間個人が天国人とならなければならないですから自分が天国人になりたいと思うかどうか思わないかどうかその選択をお前たち一人一人に残してあげたいよということですよこれ言い換えてるのはだからこれが死んでいって 時間の終わりどころじゃなくてもう永遠の命に生きる選択肢を神様が手を差し伸べてくださってるんですよ私たちにそれはね今までの信仰とは違いますよ今までの信仰はこの聖地を本体だと思ってね聖地行かなきゃいけない病気が治るこの体的な、ね、病気が治らないといけないね生まれ変わり あるって言って、この生まれ変わりだってこの地上に生まれてくるわけですからね、想定としては。もう見える世界をもう主,主眼とした発想ですよ。でもそれは、メス様がね、え、物のみに、物のみに頼りひたすらつかまんと、すれど逃げゆく幸福の虹、そんなね、大敵なね、喜び、健康、 ずっっと求めてたってた本当の幸福は得られないでしょだって病気治ったって死んだら一貫の終わりっていう不安を常に持ってますよ。あるいは自分はね本当生まれ変わりを信じてるんだとしたら次生まれてくる生まれてきても人生どうなっちゃうんだろうかと悪いことしないで生きていけるだろうかという不安あるいは家族の人が死んでしまう奇跡起きなかったっていう不安。 そういう生き方にならないためにね、瞑想さんが本当の幸福をご自身の体によって奇跡は起きなかった、大的な。起きないけども、奇跡以上の奇跡っていうね、奇跡残してくださって。だから我々は、い、まあ、わば、もっと奇跡はね、求め、奇跡求めてますよ、私たちは。でも、もっと欲張りになって、奇跡以上の奇跡を大的なね、 こと、確かに治るのは嬉しいけども、たとえ死んだとしても、本当の救いの道、それを求めるっていうところにね、まあ我々の幸福の虹があると。物に頼ってたら、ね、目に見える聖地、目に見える体、目に見える奇跡、永遠に来ないですよ。ずっと逃げ続けますよ。 一時的なものですからね、このの地上っていうのは。でも永遠の幸せがある場所は逃げ,逃げないですよ幸せは。だからそれを私たちはね今その道を歩んでいいんだよとメス様から言って頂い,いていると。 だから本当は,これは大変なことですよ今私たちが知らされているのは、ね、それでこのメイスさ様がメシア皇坦のお言葉ね述べられた時これは特にキリスト教に関係があるってどういう意図か分かりませんけどもおっしゃったという記録があるとだから来月ですね来月はご生誕祭があって名ス様のねお生まれになった日は 12月23日イエス・キリストの生まれた日は12月25日偶然なはずがないじゃないですかこれがねメシアということは何なのかメス様のご存在は何なのかイエス・キリストという存在とメス様は一体何なのか私たちがね幸せとは何なのか本当の喜びとは何なのか これがね、もう、あるんですよ。私たちの、ね、それを求めてる、求めに求めてるものがなんとあるんですよ、私たちの中に。これは大変なことですよ。今、私たちがメイス様から、ね、神様メイス様から導かれてるこの道っていうのは、これは大変なことですよ。ね、本当に殺し、 私もね、言うのをはばかれるぐらいのこの重要性っていうんですかねこれ本当にこれ言ってしまっていいんだろうかと思わせるぐらいのこの重大事ですよ本当は私たちが今知らされていることはでもそれをね知ってしまった責任が私たちにもあるしまあ重大なんですけどもでもそれは本当に神様から選ばれて先に知らせていただいている私たちの まあ喜びとまたその使命感の大きさは一体どういうどれだけのものだろうかと。で本当今まで私たちは一喜一憂する生き方で来たわけですから病気が死んで奇跡起きないとかねもう死んでしまうとどうなるんだろう体の悩みね心の悩み抱えてますよ。もうそれを全部ね 克服しててあああまりにあまりりにるる光を賜ってるんですよだから本当はまあ矛盾するかもしれないけどもその幸福に生きると決めれば決めればですよそれは本当にいきなりね病気が治るとかそういうどういうふうに神様はされるかわからないけども私たちにとって一番いいように 私たちの人生を必ず明るい方、明るい方、輝かしい、輝かしい方に導いてくださるに決まってるんですよ。神様ですよ。本当にそういう、その神様に、絶対的な力と、絶対的な救いと、絶対的な幸福をね、私たちに 授けようとしてくださってるんですよ、今。だからその神様に、もう私たちの言うことといえば、もう見心のままにお使いくださいしかないんですよ。もうわからないですからね。見心のままにお使いくださいって言ってね、自分の願いではなく、神様の願いがね、成し遂げられるようにお使いくださいっていうね、そういう、こういう、 ものすごい幸,運幸福な、ね、道に導き入れていただいた私たちは、まあ、そういう思いを心のままにお使いくださいという思いを、まあ、共にお捧げして今日出発したいと思います。ありがとうございました。